第十四弾。若こそ、なおおかしきものなれ。怪しのし図、山勝の仕業も、言い出れれば面白く、恐ろしきイノシ,シも、不遂のとこといえば優しくなりぬ。このごろの歌は、一節おかしく言い叶えたりと見ゆるはあれど、古き歌どものように、いかにぞや、言葉のほかに、 哀れにしるはな貫之が糸によるものならなくにと言えるは古今集の中の歌くずとかや言い伝えたれど今の世の人の読みぬべき事柄とは見えずその世の歌には姿言葉この類のみ多しこの歌に限りて各く言い立てられたるも知りがたし。 源氏物語には、ものとはなしに、とぞかける。新古今には、残る松さえ、峰に寂しき、と言える歌をぞ言うなるは、誠に少し砕けたる姿にもや見うらん。されど、この歌も、主義藩の時、よろしきよしさたありて、後にもことさらに感じ、仰せくだされけるよし。 家長が日記には書けり、歌の道のみ、いにしえに変わらぬなど言うこともあれど、いさや。今も読み合える同じ言葉、歌枕も、昔の人の読めるは、さらに同じものにあらず。安く、素直にして、姿も清げに、哀れも深く見る、良人秘笑の英曲の言葉こそ、また、 哀れなることは大勘めで。昔の人は、ただ、いかに言い捨てたること草も、皆、意みじく聞こえるにや。